あ、地震ですね。地震です。やばいやばい、めっちゃ揺れてる。はい、じゃあ続けて試合目やってきます。で、さっきの試合に勝って順位が206位っすね。ちょっとワンチャン、いやでもね、わからんわ。負け試合もちょいちょいライバロリって動画にしてるから、ワンチャン動画になんないかなと思ったんですけど。はい、あやせポケさんね。これ強いやつ、これ強いやつで、これドヒドアマガピクシーって投げるしかなくて、ギャラがやばくなるかな。あと、剣舞ガルドがやばくて、剣舞ガルドに対応の効くポケモンおらんからな。まあ、今まではドヒドアマガピクシーで、これに勝ってきてたから、いけると思ってるんだけど。多分カバから来て、裏が、カビゴン以外の4体から2体を選出してるはず。何投げてくんだろう。キッスとギャラとかよくある感じだけど。ガルドは剣舞だったら出てくるね。おそらく。わかんないけど。だそこにダイマックス合わせたいから、ドヒドのダイマックスは残す、ドヒドにダイマックス黄色に残したくて、そうすると、ギャラに時々アーマー側ダイマックス、クソを切んないと怪しくなるんで、ちょっと微妙なとこではあるんですけど、まあ、これでいきます。本当はね、クレベースをギャラがいたら投げるっていうのが決まり事なんですけど、ドリューズがいるんで、できればアーマーガーがいいっていう、まあ、地面の一環が切りたいとかそういう理由でアーマーガーがいいっていう感じですね。なんかアイヘがね、一応抜群で入るんで、ひるみとか考えると、キッスから来た。へえ、そういう場合もあるんだ。ドヒドを合わせれるところから入ってるのはでかくて、まあ毒かな。ねえ、アスラー、ちょ、お願い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 、オッケー。ラムやめて、ラムやめて、ラムやめて、ラムやめて。エキスの、この片方はとかもしろ。ラムじゃない。オッケーオッケー。エアスラが40以上明らかに入ってるから、で、弾じゃないでしょ。これ多分メガネだね。これメガネです。トーチ化をしてよくて、ここまあ引かれてもまだいいです。全然。引く。ビルガルド。これが嫌で、こいつの型次第、あとは。特殊だったら問題なくて、物理がやばいっていう。物理だったらダイマキロ。特殊だったら本当は、身代わり。あ、それはオッケーオッケー。それはいいやつ別に。多分問題ないやつで、特殊ですよねこれ。やばいのはシャドボの D ダウンぐらいかな。で、こう再生をしたのは、シャドボ2連とかが怖いなって思って。D ダウンとか引いたら落とされそうだったんで、再生から入りましたね。で、物理だった場合多分剣舞なんですけど、その場合は、殴ってくる読みで、ダイマキってまだ対応が効くんで、それでいいかなっていう風に考えてました。禁止から来る。まあ、残飯分稼ぎたいってことか。こうやったらな、ね、まあでもネットから入っても、結局割れないんで、ガルドのブレードじゃない、縦の形状の頃の、あれだね。ここで殴ってくるタイミングで、熱湯で身狩りを破壊すると。これ HB の土俵だと結構、こっちが分が悪いんですけど、HD にそこそこ振ってるんで、やれるんじゃないですかね。多少。シャドーボール。どんぐらい入る？そんなもんだよね。D ダウンしない限りは、一生問題ない雰囲気で、まあ、これで TOD になってもこっちの方が先が明るいかな。早めに熱湯で焼きたいな。そうすると相手の残飯と相殺できるんで、結構有利になっていくと。禁止。こっちはネット連打でいいかな。ああ、まあでもここ結局身代わりだから、ネット連打でいいっすね。
キスがちょっと削れてるから、ドヒドリの HP を満タンで終われれば勝ちかな。POD の場合は。いやー、そんな虫のいい話ないな。そんな虫のいい話は絶対になくて。ここ統治下でいいっすね、一回。うん、黒い霧があると負けないのか。まあでも TOD で負けるな。それは TOD が寝ないと多分なんか果てしない多分枯らし合いをすることになるんですよね。 PP のここはネットで OK で、相手禁止すんのかな、しないと思うんだけど、していなくて、シャドーボールと。D ターンやめて。D ターンやめて。オッケー。気持ち的には向こうのが苦しいんじゃないかな。ここどっち押してくるかだな。ネットで突っ込むんですけど。シャドウボールだったらまあ再生でもよかったっちゃよかったか。 D 下がるとちょっとまずいけど、 OK、 えらい、やいで焼かない。そう、焼かなくて、相手ここシャドウボール連打じゃないかな。これダイマックス切ってもいいような気もするな。キスはもうピクシーで絶対見れるわけだから、毒入ってるし。でシャドウボ耐えて大ストリームして何投げてくるかな。いやー、あんまりやるもんじゃないな。どっちかで。ダメ系だけしとこ。アッパーでどんだけ入るのかだけは確認しとかないと。シャドウボール。控えめ CMAX ぶりのシャドウボールが48から57か。これで乱数じゃなく耐えるんで、相手殴る素振り見せてんな。いやー、再生だな。ラチが上がないんだったらダイマックスとか別の方向に切り替えればいいから。 OK、 再生。火力の方はな、向こうの方が火力はあるから、割と結構しんどい部分はあって、48から57でしょ ?2 発で飛ばない場合の方が多いんじゃないかな。熱湯で。ああ。禁止のタイミングで再生とかがしたいですけどね。で、ここまた身代わりかな。相手はとにかく、ネットの被弾を、絶対減らしたいはずだから。おっと?噛み合っていて、これでかいな。こう噛み合ったのはマジででかい。OK。理由も下がんないの偉い。焼いて焼いて焼いて。焼けろ焼けろ燃えろ、ぽっ、焼けない。それはしょうがなくて、ここ再生でいいかな。多分禁止殴ってくるけど、結局それはこっちは再生しないと死んじゃうから。 OK、 D 下がんないの、マジでマジで神。 D 下がんないだけでね、マジでこの世界の命救われてるわ本当に。これでHP レースがちょっと有利になってきたけど、焼かないことには一生勝てないから、時間はまだある。このタイミングでね、本当は再生をしたいんですけど、
仕方がないと。禁止のタイミング以外は基本的にはずっとネットを押してたいですね、こっちは。っていうあれでいいんだよな、多分。焼けばさ、話早いんだって。で、技構成が、シャドーボー禁止、身代わりでしょ。ラストに、ラスターカノンか影打ちなんだけど、カビゴンに無力になるから、さすがに、ラスカが入ってんのかな。そうじゃないとおかしい気はしてるけど。いやー、これマジでね、この、ヘドロが、本当にいい味してる。相手は身代わり1回貼ると、行動回数1個多く稼げるっていうのが、ね、シールドフォルムの場合割れないんで、それがでかいっすよね。OK、下がんない。ね、相手禁止、ブレードフォルムの身代わりはしたくないはずだから、ここ禁止かシャドボで、まあ再生安定なのかな。そろそろ強引に焼きに行きたい気もするんだけど、まだそんな時間じゃない。シャドーボール。OK、下がんない。相手でも D 下げる以外に突破ないのかな。ドヒドの。キスだと安田ヒルミを引き続けるみたいなとこか。相手ここ禁止じゃないかな。もう一回再生押そう。 OK、 それには読み勝っていて、こうしっかりと読み勝っていて、身代わりがマジで厄介。これなんか7世代の時に身代わりキングシールド、シャドーボール、ドクドクみたいなギルガルドがいて、カバマンダガルドとかにね、入ってたんですけど、なんか、8世代になったらその方死滅するって思ってたんですけど、全然健在ですよね。ドクドクがなくなっただけで、普通にだるいみたいな。全然状況変わってないじゃんっていうね、感じなんですけど、急所割れて、割れない。それは、身代わりのタイミング以外で、やってほしかったね。こうネット連打で OK。 そろそろちょっと焼けてくんないと、ちょっとあれだね。あ、地震ですね。地震です。やばいやばい、めっちゃ揺れてる。ちょっとまずいこと起きてる。大丈夫そうだけど、大丈夫そう。ビビったー、ガチビビった。まだちょっと揺れてます。オッケー、ここに身代わりにネットで打てるのは安い、マジ安い。これはクソ怖かったんだけど、地震プープーとか言ってビビったガチビビった。でもあんな普通にまあまあ揺れても、あ、 D 下がってたんだ、ドヒドヒで。危な、地震に救われた。ポケモンやめれないってことでもよくわかった。余裕でやめれないね。全然やめれなくて、さっきのネットで焼いてほしかったんだけどな。 D2 に下がっちゃったな。どんぐらい入るかな、それを見てからなんだけど。ここもネットでいいですね。身代わりをしてくるターンなんで。 OK、 だいぶ削れてきたね。
ここもう一回ネットでいいかな。シャドーボールがどんぐらい入るかは一応見たい。禁止、あ、HP 確保がってことか。それだったらピクシーに一回引いて D ダウン打ち消したいところだったけど、まあしょうがなくて、それはしゃあなくて、今残り15分でしょ。あ、じゃこの時点でもう15分ぐらいだから、ダイマックス切ってもいいな。ダイマックス切るか。で、ここでギルガルト取って、こいつ食えれば多分、トゲキッスには TOB で対応を聞いて、ギャラは多分そんなに早く崩せないんじゃないかな、ちゃんと。多分普通にシャドーボールが飛んでくるターンですよね。 OK、 マックスしてればこんなもんか。で、ここで相手が裏に引いてくるかどうかなんだけど、引いてきた場合アメカのダイストリームがまあまあ入ってくれるんじゃないかないくらドヒドの火力とで、ここ一回多分、あーでも待ってこれ意味なかったかもキングシールドされて身代わりされとるだけで普通に、ただでも TOD で相手勝てないよね。そうしたら削れてしまってるから、ギルガルドの回復量は普通にしょぼいから、こちらトーチカ再生で粘れるでしょ。ちょっと早まったかもな。これまあまあ入ってほしいんだけど、全然入んないねしゃあなくて、身代わり、あ、じゃあ残飯の回復分と同じぐらいしか入ってない気がする。あ、むしろ回復されてんな。ここ身代わりでしょ。いや、もう時間使うべきやったか、今のターン。あ、引いた。カバルドン。カバルドン。カバルドンは勝ちだな。さすがに。さすがにそれはこっち勝ちだわ。ストリーム。うん、カバがだいぶ削れるでしょ、それは。で、ドヒドリがチビになるけど、え、これアタッカーカバーあったりとかする？ステロの有無見てからにするか。カバルドンの火力の計算をしましょうか。地震が84から98か。それより場合によっては入るわけだから、一回統治家だな。ステロだったら、ネットを押す次のターン。地震、普通に地震か。ハチマキはないよな、いくらなんでも。側に引いて、いや、一回ネットでいいな、これ。いやー、自信をしてきたんでしょ。甘がに引くわ、時間ギリギリで。TOD で勝ちだと思うけど、ギルガルドがだいぶ削れてる、試合で。ここあくびだったら強えなー。ここあくびはうめえな。自信受け。で、このターンのギルガルド出しは OK だから、ボディープレスを、そっか、
で、最後のターンに土俵でもう一回投げれば OK かな。このターンもだから時間使って、ボディープレスでいいかな。うん、それでいきましょうか。残り10秒と。ちょ、カットするのめんどくさいな、これ。どうしよう。どうしよう。5秒で押しちゃおう。引いて、ガルドかな？奇数。いやー、だったら相手だった。相手だった、相手だった。アメターンまだ続くよね。アメターンまだ続いてて、どんぐらい入るか次第なんだけど、こだわりメガネ。最後なめげ。大文字が50から60ぐらい。100ぐらいは入るか。大ジェットの気がしてるんで、アイアンヘッドをします。エアスラは多分ね、土俵とピクシー満タンだから、ちょっとぐらいだったら大丈夫じゃないかな。アイヘをします。ダイマックス切ってて、ダイバーンどんぐらい入る？ダイバーンだったらでもメガネ入んないから、ザゴンになるはずなんだよね。威力が。100とかでしょ。最高でも。それならそれでいいわ、むしろ。それで丸く収まるから、ジェットは OK。 ドヒド引き読みとかでこれで削って TOD 勝てないかみたいな話か。 OK。 この毒も入んのかな、ダメージ計算に。ヘッド欲しいんだけど。入るよね。 OK、 入って勝ちでしょ、さすがに。え、勝ちだよね、これ多分。勝ちだよね、多分。地震で回線さ、壊れたんじゃない？それで俺が切れてしまったのが怖いんだけど。いや、でも俺ゲーム戻されてないから、多分俺の勝ちだと思うんだよね。ちょ、頼む。頼む。オッケー。じゃあね、これで無事勝ったんで、ちょっと途中で、なんか地震速報と地震来たけど、ちょっとこれでじゃあ終わります。おつ。